梅の辻停留場は、高知県高知市梅の辻にある土佐電、交通桟橋線の路面電車停留場。停留場名については、梅の辻の表記も用いられる。梅の辻停留場は1904年の開業。土佐電、交通の前身、土佐電気鉄道による路線開業時より存在する停留場である。開業時の路線は、本町線と潮江線の2路線で、当停留場は潮江線の起点だった。1906年には、当停留場から堀詰停留場までの区間が結ばれ、潮江線は桟橋線に改称している。堀詰までの区間は当初、梅の辻から北上し鏡川を潮江橋にて渡った。後、橋の北詰から進路を西に転じて、鏡川の土手を進み、再び北上するという経路をとっていた。このルートは1928年、播磨や橋から南下して、梅の辻まで至る新線が開通したことにより、廃止された。桟橋線の軌道は、道路上に敷かれた併用軌道であり、梅の辻停留場も、道路上にホームが設けられている。ホームは、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように2面、設けられているが、互いのホームは、交差点を挟んで南北方向にずれていて、北に桟橋方面行きのホーム、南に高知駅方面行きのホームがある。隣の播磨や橋停留場との間には鏡川が流れ、桟橋線は潮江橋にて渡過する。潮江橋は1906年に軌道専用橋として架橋、1927年5月に架け替えられて道路との併用橋になった。現用の橋は1980年11月に完成した2代目の併用橋。路面電車は行く高知新聞社、1998年93ページ。ISBN4-875032684。ABCDEF 土佐電鉄が走る町今昔54-55ページ。ABC 土佐電鉄が走る町今昔28-29ページ。ABCDE、土佐電鉄が走る町今昔 101.156-158 ページ、上野博人。土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、川島慶三、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、講談社、図説、日本の鉄道、2013年。38.95 ページ。ISBN978-4-06-295161-6。川島慶三、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、287ページ。ISBN978-4-794216-151。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新潮社。2009年、61ページ。ISBN978-4-10-79-29-6。ありがとうございます。